第15。皆さん、お久しぶりですね。ホークスの監督の森本です。負け 3-0 でシート負けとんじゃん、ホークス、おい。点取れなすぎやろ、おい。おとといから合わせて、これで17イニング連続無得点ですわ。点取れなきゃ勝てるもんも勝てませんわ。まあ、今日はね、走塁ミス多すぎです。ミスが多すぎです、最近。ね。数年前のホークスでは考えられないくらいのね、見たこともないようなミスを、高頻度で見るんでね、質と量ともに素晴らしいミスを見せてくれるんでね。いや、もう監督してるわしとしても飽きませんわ。はい。本日のホークスの先発はシューター。先週登板した時の若鷹軍団大爆発で、まあ、15点ぐらい取ってるおかげで、シエットをね、結構な失点してたんで今日大丈夫かなと思ってたら、先頭荻野のレフトでツーベース。で、続く高部が、高部わしの憎き高部がね、セーフティーバント決めて、いきなり、ノーアウト1、3塁パー初回から大ピンチじゃないか、もう。最初の二人で超絶大ピンチ作っとんねん。おい、シューター今日大丈夫かって思っていたんですが、その後はね、3番中村翔吾サードゴロで打ち取り、さらに4番山口をゲッツーで打ち取り、なんと、無視3秒をゼロで乗り切りました。やるやないか、シューター。ピンチ作るまでは、まあ、よくなかったけど、それ以上は、お前よう抑えてくれた。さてさて、ピンチの後にはチャンスあり。これは一回裏から、先制できるチャンスが巡ってくるんちゃうかなと思ったら、まず先頭今宮がレフト前ヒット。さらに今宮が盗塁成功。ノーアウト二塁。シャーン！来た来た来た！やはりわしの考えた通りピンチの後にチャンスが来るやん。さあ、ここから、今宮が盗塁したことでゲッツーも消えたし、あとは野村勇から打つだけやと思ってたらね、野村勇ショートゴロ打ちまして。で、なぜか今宮はね、ショートゴロにもかかわらず、二塁から三塁を狙って、で、ショートが三塁送球してタッチアウト。で、三塁が一塁送球して、アウト。ゲッツー。おい、どんな角度からゲッツー取られとんねん、おい。予想の斜め上からゲッツー取られもうエンドランかかっとったんかもしれんけど、まさかノーアウト二塁でゲッツ取られると思わんやろが普通。でね、その直後3番に起用されていた明石がヒット放つというね、まあ野球あるあるのチグハグ具合を見せて、結局この回得点ならず。ね、初回から両チームによる厚い水合いがございました。で、その後3回目でお互い点を取れない場面が続いたんですが、4回表ワンアウト一三塁というピンチを作って、6番安田がタイムリー。で、その後8番松川のセカンドゴロの間にね、鋭い当たりだったんですが、勇がちょっとポロリしてしまって、ゲッツを取ろうとしたものの間に合わず、その間に三塁ランナーがホームに生還して2点を許すという展開になりました。ただでさえシューターが投げるときは無援護って相場が決まっとんのに、先週は例外として、ここで先制されたらあかんすよ。まあ結局ね、まあホークスその後何もなかったんで、この時点で決勝点ってなったわけですが、もう、今日のシューター歩かせすぎです。まあ5回2失点でね、まあちょっとコメントしづらい成績に収まったんですが、なんとですね、フォアボールがデッドボール1つということでね、まあ、合計、6人ものランナーをタダで歩かしてしまいましたよと。これだけの人数をね、タダで歩かせると自然と球数は増えるし、イニングも食えんくなる。まあこれだけタダでランナー出しといて2点で済んどるというのは、まあある意味すごいのかもしれへんけど、イニング食えなかった分の、まあ中継ぎにも幸せが来るから、まあ来週から、まあ贅沢は言わんから、9回無安打無四球100球以内完封で、お願いしたいと思います。達成できなかった場合、シュートのエイペックス用のプレフォーだかパソコンだかを募集します。はい。で、その後の5回裏ね、まあ反撃したいというところでね、先頭ガルビスが外角の球を引っ張ってセンター前ヒット放ちました。やるないかガルビス。先頭のランナー貴重や。さあ、このランナーをどうにか返して、まず1点差にするぞと思ってたところでね、ガルビスが唐突に二塁を狙って、アウト。ガルビス！おい、ガルビス何勝手に走っとんで。瞬間で、わしらは首脳陣何もサイン出してませんからね、エンドランとか。本当にね、フレディのやつが、勝手に盗塁をして、勝手にアウトになりましたという流れでございました。勝手なことすな。ガル、お前特別足速いわけでもないやろ。中東とかがの、まあまだ単独スチールしたならまだわからんでもないけど、せっかくの先頭ランナー大事にしたいというところでね、アウト痛すぎました。はい。で、その後またしても松坂センター前ポテンヒット打って、まあもしガルビスが生きていれば、ノーアウト1、2塁ないし、ノーアウト1、3塁ワンチャンあったんじゃないかな、みたいなね。はい、そういうちぐはぐさを感じさせていただきました。結局ね、この回も得点なりませんでしたよ。しかし6回裏、3番明石とデスパイネの連続ヒットで、ワンアウト1、2塁で5番グラシアリ回ってきましたよと。一発出れば、一球逆転。6回裏、おそらく次からロッテの勝ちパターンが出てくるであろうという展開。ここしかない。頼むぞグラシアリ。ゲスそれだけはジャケでしょうか。おい、ジュリー、なんでそれだけやめてくれっていうことをピンポイントでやるやん、ジュリー。見事なね、ショートゴロ6-4-3注文通りのゲッツーでございました。結局ね、その後8回表に、6番安田に、まだ今度はソロホームラン勝ち込まれて、まあまあ、ただでさえ行きたいって言ったホークスを仮装するレベルでね、
追い込みかけられて、そのまま、あの、ゲレーロ、オスナとかいうね、あの、スピード違反コンビにボコボコにされて、終戦。負け越し。どうしようよ。いやー、今日も今日ってて、なかなかタフな試合展開でした。何よりね、あの、最近ミスが多すぎます、ミスが。はい。感化できないミスが多すぎる。まあ、主力が抜けてからね、あの、3カード連続勝ち越し。いや、ほんとようやっとると思いますよ。まあ、ただね、今一度気を引き締めてやっていかんと、あの、優勝っていうのは見えてこないと思うんでね。まあ、この後の試合後ミーティングで、あいつらきっちりわしが締めとくんで、皆さんご安心ください。まあ、悪いニュースばかりでもありません。明日からね、あの、三森と松本ゆきが一軍合流するんじゃないかっていう話なんでね。まあ、これを皮切りに、まあ、筑後でも、コロスケで離脱してた組が練習再開してるんでね、そのうち、まあ、近々主力組がドッと戻ってくると思うんでね。まあ、若田がもそれまでアピールを怠らず、新戦力と元々の主戦力の融合、私がその化学反応を起こして、パリを一気に駆け上がっていきたいと思うんでね。皆さんぜひ、楽しみにしててください。まあ、じゃあね、しゃあないよ。ガズリもあれば、マーキリもある。143試合もあるから。の、本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。それではまた、次のところでお会いしましょう。ほなまた、お願いします。